皆さんこんにちは。ちょうど2ヶ月前、私は大学を退職いたしました。今日エスパーコールから電話があって、がっかりされたんですけれども、このマジョリティに、の場で、お話しするんだねとがっかりされたわけですけれども、その時に、退職した時に周りには、これからどうするの、他の大学へ移るの、他の会社へ、なんて聞かれましたけれども、私も随分考えましたが、ようやくどうしたいかが分かりました。ですが、その話をする前に今までの軌跡をカイトになぞらえてお話ししたいと思います。なぜカイトと皆さんはおっしゃるかもしれません。これはヤッコダコなんですけれども、昔の私です。これがアポロカイトです。これ今皆さんお買い求めいただけますよ。どこでも誰でも買うことができます。駒沢公園だとか、そういうところで飛ばすことができます。これが2歳の時の私です。カイトを飛ばす準備はできていませんでしたが、好奇心旺盛な女の子です。最初の飛行はアメリカへの旅でした。高校2年の時に交換留学生として渡米したのです。想像してみてください。ガイドになって太平洋、そして広大なアメリカの上空を飛んでみて見るわけです。そして新しい地平線を見て、故郷を離れ、自由を味わって、そして視野を広げ、素晴らしい、数々の素晴らしい体験を積んでいけるわけです。日本でできないような体験です。それは例えば貧困下で暮らしてみたりとか、ボランティア活動をしてみたりとか、そういったことをしてきたわけですけれども、最初は違うライフスタイルになれるのに必死でしたが、自由に自信を持って飛べるようになりました。次の飛行はビジネススクールでした。ビジネススクールの私はまるでスピンネーカーカイトでした。ここでも想像してみてください。スピンネーカーカイトに乗って海を見下ろすと、どんな気分なのか。普通のタコを飛ばすのに比べたら相当な冒険です。当然のことながら、 MBA のプログラムは相当難しかったので、私は苦労しました。やはりあえてポジションを取って反論するなどの訓練を積まなければならなかったわけです。日本人だからそういうのに慣れてなかったんです。そんな中でも時として日本の風情を楽しむことを忘れませんでした。こうやって浴衣を着たりもしてました。次の飛行はマネジメントコンサルティングへの道でした。始めるまでは皆さんにレコメンデーションなどをして、会社の VIP に対して、さまざまなアドバイスをして、そしてプロフェッショナルとして空高く飛び、世界を股にかけて大活躍できると思っていました。そして相手はこちらのアドバイスを実行に移してくれるのだろうと思っていました。ところがそう簡単にはいけませんでした。私のカイトは強風でコースから外れ、雨でずぶ濡れになりました。クライアントのチームメンバーたちの協力をなかなか得られなかったのです。適切な分析やソリューションにありつけず、後ろを振り向くと誰もついてきていなかったのです。私は悲嘆に暮れ、そして自分が腹立たしくなりました。何の価値も提供できなかったわけですから。すると、とあることが起きました。風向きが変わり、私は相棒のカイトが見つかりました。そしてこのパートナーと一緒に飛ぶようになり、一緒に追い風に乗って飛んでいきました。もう本当にその時は幸せいっぱいの暮らしでした。相棒もいて、自信も持てて、追い風に乗って空高く飛んでいたわけです。ですが、そのうち夫のカイトはナビゲートする力を失いました。体が癌に侵されていたのです。10年の闘病生活が続きました。ずっとそばにいて、それでも飛び続けたのですが、ついに夫のカイトは墜落してしまいました。私は一人ぼっちになり、まるで糸のないカイトのような気分でした。帰る家もなく、自分自身が分からなくなりました。そして悲嘆に暮れました。
自分がどちらのグループに属するのかも分からなくなりました。古き日本の一員なのか、つまりベビーブーム世代で旧式のカイトで、とても肩書きや経歴や所属などを重んじるそっちの方に属するのか、あるいは自分は新しい日本の一員なのか、自分は新型カイトなのか、新世紀世代で全てをシェアし、国境や組織を超えたつながりを持ち、ステータスや所属をさほど気にしない、そんな世代に属するのか分からなくなりました。そうこうして10年が経ったわけですけれども、私は再びタコをあげるようになりました。正月休みはずっとアポロカイトを飛ばして過ごしていました。そして再びカイトを飛ばすという自由な感覚が蘇ってきました。また空高く飛びたくなったわけです。今技術が発達していますから、我々はいろんなことができます。年齢、国籍、性別、場所問わず何でもできるわけです。世界中から情報を得て、遠く離れたところで何が起きているのかも分かり、会ったこともない人たちとコラボレーションができるわけです。ですけれども、やはり自分も自ら足も運ばなければなりません。自分の目で見て、自分で触って嗅いでみるのです。カイトはこうした新しい経験の鍵です。自分がカイトになれば、あるいはカイトを使えば、新しい地平線が見え、新しい経験を重ねることができ、視野を広げていくことができるわけです。ですので、皆さんにお勧めしたいことはこれです。私と同じ世代の方、あまりいらっしゃいませんが、今日は古いカイトを取り出して、新しいところへ行き、新しい経験を重ねていってください。そして風に乗ってどんどん変化を遂げていってください。かつてはマジョリティだったグループだった皆さんですけれども、こうやってどんどん変化を続けていってください。皆さんが新世紀世代の方でしたら、モダンカイトを手に取ってください。アポロカイトを取り出してください。これは簡単に飛ぶタコです。そして空高く飛んで、新しいところへ飛んでみてください。そして自分で感じて、自分の目で見て、自分に何ができるか考えてみてください。皆さんは思うかもしれません、私はどうしたいのかと、石倉さんはどうしたいのですかと。私はどうしたいかというと、パイロットの免許を取りたいと思っています。そうすると紐なしに飛ぶことができるからです。そして私は相棒カイトを見つけたいと思っています。その相棒と一緒に月へ飛び立ちたいわけです。ありがとうございました。